昭和ロマンチックドゥ未来の大人たちへ、ロマンチックを極めよ。答えはすべて自分の中にある。生まれた日さえ自分で選んできました。あなたのタイプ、あなたのテーマ、あなたの道。一日も早く最大限の自分になって楽しまなくちゃですね。さあ、2023年もすぐ終わりますよね。はい、ね、風の時代にだいぶいろんな方々がね、風の時代だから風の時代だからってね、認識するようになってくれてね、うん、はいはい、お話もしやすいんですけど、はい、2022年、23年、風の時代に入ってから来年からが本格的にもう待ったなしで、もう風の時代ですっていうぐらいしっかりと始まる、もうスタートですね。今まではじゃあインターバル、序曲的な、うん、そうね、風になるからねみたいな。そうだったんだ。そうなんです。まあ、影響だったり、こうちょっといつもと違うなみたいな2年間ぐらいはだったと思うんですよ、うんうんうん、でみんながだいぶ風の時代言うようになりましたけど、本当の風の時代ってなるほどって、だって何にも知らない、急にさ何にも知らない、地の時代だったことも知らないのにさ、うん、風の時代になりました言われても、うん、来年から今年からそうですって言われても何残っちゃって思うでしょ、うん、そうです ね、 ね、うんうん、それがだから2年間ぐらいかけて、やっぱり風の時代違うよねとか、うん、今まで良しとしていた安定的なものじゃなくて、うん、普遍的なものとか見えないものとか、うん、だからここ心の部分がすごく重要視されたりとか、うん、そういうことだよね。なんか楽しそうですよね。ワクワクしますよね。あてくしだってさ、風の人だから地の時代はしんどいわけですよ。ふらふらしてることなんかダメだぞって言われるわけじゃない。まあ、ちょっとピーポイントで言うとね、うん、安定して着実なものが素晴らしいって言われてたわけよ、うん、何百年も、うん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 、ね、それがいや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 、もうどんどん変わって自由にどんどん飛び回っちゃってって言ったら待ってましたっていうね。そうですね。実は同じことやってるんだけど、うん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 、急にいいじゃないって言われるから、うん、そうでしょってねえそうですよ。同じことやっててやっぱりこう押さえつけられるのと、いけいけって言われるのと全然違いますよ ね、 そうそうね。だから今までなんていうかな、特にだから地の人はすごく居心地が良かったと思うんだよね。地の時代は地のだって地の人はさ、うん、ね、うん、自分のペースって感じですかね。そうそうそう、しっかり固めたりほら、うん、得意じゃない、うんうんうん、地固めしたり確実に何かを積み上げていったりというのは得意じゃ、うん、風の人なんか全然得意じゃないもの。あーねえ、でもなんか例えば倒れちゃっ て倒れちゃってなんか素敵な形とかって思っちゃう。ね、確かにね。それが前はすごい怒られたわけよ、うん、何を言ってるんだったら確実にやんないで土台ができないでどうするんだとかって怒られ、うん、真剣に怒られて、うん、なんか怒られちゃったって感じだったんだけど今は見てこの崩れた感じがとても素敵って言ったらそうですねって言われるから、うん、でしょってなるじゃない、うん、確かにね。でもそうですねって言ってくれる人がもう着実に増えてますもんね、前よりもね。だからそれを理解した、ね、うん、方々はもしかしてなんか違うんじゃないぐらいから、うんうんうん、その2年間だったわけよ、うん、なんか違うなだったり、そうそうそう、違うしなんかかっこいいかもとかじゃないじゃないとかさ、うん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 、なんかちょっとした疑問であったり、うん、あーかって感じだよね。そうですよ ね、なんか見てていいなってみんな思ったと思いますよ。だからそれが慣れてきたよね、分かったよね、うん、知ってるよね、うん、風だよね、うんうん、っていう感じで今最後12月は、うん、分かってるよね、分かってるよねって確認されて確認、ね、行くよ、本格的なのが行くよっていうのが今、うん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 、確認作業ね。ちょうど今年の、あ、じゃない、来年の1月の1日元旦はものすごくいい日だっていうのがちょっと、うん、ちらほらちらほらね、うん、あちこちで流れてきて、まあ、クリスタルでも大盛り上がりになってるんだけどそのぐらいスタート時からもうなんかお祝いされてる感じ、
おお、ね、だって誰かだけじゃないじゃない、うん、みんなにとっていい日なわけだから、はいはいはい、素晴らしいじゃない、うん、ね、ね、そしたらそれに乗っかった方がいいよね。絶対そうですよ、ね、別に何をしろじゃなくて自分のできる範囲で、うん、じゃあこれにしようか、うん、あれにしようかってね、やったらいいじゃない、ね、あれもこれもやりたいわ本当に。あれもこれもやっちゃおう、やっちゃいましょう、全部やっちゃおう、ね、息絶え絶えになるほどやっちゃおうね、ね、大丈夫ですよね、またそよっと吹いて、そうそうそう、ね、ちょっと浮いとくわみたいな、うん、わそうなんですよ、あのこれは誰かのせいでも誰かの企みでもなく、ね、世の中のエネルギーがそうなっていて、うん、だったらなんかやだやだって言ってないで自分なりに取り入れていけばいいと思うのよね、うんうんうん、あの地のグループの人、火のグループの人なりにね、風を取り入れて、そうですよね、だってじゃあ風が吹いたからって火がさ、うん、ボーって燃えてばっかりじゃしんどいよね自分だってしんどいだろうし、周りも迷惑だよ ね、 ね、そう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 、それがね、やあのこの期間でね分かってきたので、そうそうそう、そう加減をね覚えようかなと思いますけどね、みんな平等にあのなんか課題であったり、うん、あの変化ってあるわけだから、うんうん、その人なりに何かが違うなっていうのをあのなるべく取り入れていく、何かが違うは何だろうって考えてみる、うん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 、なんかよく私こうあのこのコーナーで言うんだけど、心ってなんかみんなあんまり重要視しないで、まあ、日本人特有なのかもしれないけど、うん、あの我慢は美徳だったりするじゃない、ね、素晴らしいけどね、うん、素晴らしいけど、それですごく苦しくなっちゃったり病んじゃったりしたらダメじゃない、うん、結局はダメじゃない、うん、ね、だから自分がそのことが好きなのか嫌いなのか、ね、欲してるのか欲してないのか、どういう風になりたいのかっていうのをちゃんと自分と向き合った方がいいよね、うん、そうですね、確かに、だからって今すぐ全部思い通りにできなかったとしても、うん、自分で OK が出せる許せる範囲でやっていって、で主張もしていく、ちゃんと、うん、私はこうしたいんだ、私はそれをしたくないんだっていうのをね、うん、言っていけば周りにも伝わるしね、うん、いけばいいかなと思ってます。そうですね、じゃあキリンさんはこのさあ行くぞの風の時代になったら、うんうん、3つ挙げるとしたら、うん、何を大きい柱にしたいですか。出してきたね時間があると思ったら急に出してきたねいいよ答えるよ、うんうん、言ったからには自分にも返ってくると思っててね飛び火はあそこの PA の知恵にも行く3つね、まずは、うん、豊かになること、うん、大きいところはね、うんうん、豊かになるところ、あとねもうだいぶ前から今まで人生でやってなかったことを、もう私後半戦だからね、うん、全部やるんだって思ってたのを加速してやると思ってる。ほうほうほう、うん、いいですね、うん、あとはもう一個目はこれは全く私の想像を超えるような今までやってないことの多分ね、オファーが来るの、私きっと。ほう、だって今年もそうだったから。はいはいはい、はい、私何するのって言って2月でね何をするのか分からないんだけど、そこのなんかだいぶメインな感じで、はい、今ね日々頼られまくってますよね、変わらせていただいてるんだけど、最初は本当に戸惑ったしね、ここで私何ができるんだろうと思ったけど、うん、やってすごく良かったし、うん、素晴らしい関係性もできたし、うん、素晴らしいなと思ってるので、そんなつもりで来てたら来年はだって本格的なんでしょ、ね、えこの序曲の2年間の間でこれよ、うん、来年は来るよねって思ってるからもう今からどんなものが来ても受けますって、うん、やりますって思ってるの、はい、いいですね、うん、さすが大丈夫かな体力だけだよ心配は。そうですね、もう気持ちはねあってもやっぱつ、うん、でもそこはもうやっぱり自分で加減しながらやっていくしかないですよ、うん、マッサージ通いながら ね、あとだからごめん3つまでだけど、うん、もう1個あるんだけど、はい、どうぞ
もうこれは今年から始めてるんだけどね、うん、ずっと苦手としていた SNS の、うん、もうこれだって決めたものはもうここからずっとやる。うん、いいじゃないですか。あの私のことを近しい人は知っていて、うん、あれやってこれやって楽しいってやってるだけじゃなくて、実はコツコツやるのが得意なのよね。そう、本当そうなんですよ ね。だからそこにその SNS も入れた、うん、だからやる、ねね、まだ今だいぶできないけどでもやる。でもね、新しいツールがね楽しくなってきましたもんね。そうなのよ、 iPad 君というね。そうなのよ、皆さん買った方がいいよ、だってアップル色がじわじわと中野に行けばね、だいぶねいいのね当たるようだってこれもでもほら、もう私は一つや二つじゃなくてアンテナをすごく立てまくるから、うん、引っかかんないね、うんうん、そう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 、偉いですよねそういうとこね。いや、人に言われたことだけじゃなくちゃんとやってきますもんね。や、意外とちゃんとやる子なのよ。そうなのよさあさあ、私答えましたよ。さあどうぞお返しします、はい、ありがとうございますどうなんでしょう。私はですね、うん、実は、乙女から何でしたっけ、いて、乙女からいてに変わるんですよ。違うよ、乙女だったんですよ。もともとは獅子座なんだけど、じゃあ天秤だよ次は。あ、じゃあ天秤、あ、うん、そうだ天秤だ、うん、なんかいてになりたいんですよね私。ピシュピシュっていきたいんですけど、まだ無理だよ天秤でしょ。天秤はもう平和と平和主義とバランスでございますよ。そうそう、だからね、それで来年、いやいや、皆さん何の話をしてるかっていうと3つの星を生きるですね、火地風水ね、火のグループ、うん、いつも最後にねシンクロメッセージ言ってますけど、そう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 、ジュンコリーナは火のグループですよ。すぐね、何でもさ行くぞっつってすぐ 100% か0% かでこうなんか中間で行けって言ってるのにすぐかっ飛んでいくからね。そうそうそう、で地のグループがあって、風のグループ、私は風のグループなんだけど、うん、で水のグループってあって、まあね、3つの人は何かの星で生まれて、はい、まあ、私で言えば天秤座で生まれて、うん、じゃあ天秤座として生きていくんだけど、必ず、自分のエネルギーだけじゃなくて違う星のエネルギーを3つみんな通って生きていくんですよね、はいはいはい、それが私は天秤座で生まれて、次にサソリ座という星の時代を、うん、ここで初めて恋をして結婚して子供も2人産んで離婚したっていうね、全部がサソリ時代、うん、すごいですよね、もう人生の深いところをやってね、もういいってやめたのがいてに入ってからなんですよいて座ね、ピュンピュンってあちこちあちこち行きながらっていうのが今真っ最中、うんうんうん、あとうっすら10年ぐらいあるっていうね、うん、まだまだ行くんかいっていうね、そうそう、そういうね3つの星を持っているっていう話。そうそう、純子は獅子座で生まれて、うん、乙女座という、うなんかしっかりちゃんとみたいな時代があって、そう、辛かった本当に辛かったあって今が天秤座、はい、ね、平和と、はい、まあ、これもちょっと獅子座さんからしたら なかなかまあね、まあ、でもやっぱりここまで生きてくると、うん、それもなんか自分の中に取り入れたいなっていうのが生まれてきて、だからそのね、乙女座でも本当に辛い辛い思いをして、うん、違うぞ違うぞっていう中で、うん、このインターバルね、本当にこの2年間、うん、で来年からっていうのを聞いたから、そこで本当にその今度は天秤、うん、でクリスタルのテーマが思いやりじゃないですか、うん、あなたもう思いやりにどんどん自分が考えたみたいな、天下取ったみたいな顔してそうね、ね、ですよね。だからいや、これは絶対いいと思って、うん、まあ、その人との関わりをね、うん、一番に持ってきて、うん、もう本当に人のことを考えて、うん、優しい笑顔で聞いたこれ何度もね、なんかリピートで流れるようにしといてね。ね、そうそう、それをもうモットーにしてね、1年間生きていこうかなと思います。それ1つ目、はい、2つ目で、2つ目はやっぱりまあ物欲には負けないとその物欲を、だからそのアップル欲をね、うん、私のアップル欲を解消するためには、やはりそのちゃんとねお仕事もいっぱいして、そう、ね、でそれは笑顔でお仕事をして、もうずっと必ず笑顔がついてるんだけど、そうあのキリンさんをそこは狙って、ね、こうちゃんとフォローしてもう本当にこれね、いつでも見れるようにしといてはい、そして3つ目、そう、3つ目はですね、まあそうですね、まあやっぱり世界平和ですかね世界大きく出た
いやなんかいろいろ考えてることはあるんですけど、そのあっちがボンこっちがボンみたいなことばっかりあるじゃないですか、うん、じゃあそこで自分があっちに行ってこれ大変だねこっちに来てあれ大変だねって言ってないで、うん、自分が一番こうベストなところを持っていたら、うん、それがどういう判断なのかっていう世界的な目もちゃんと持っていきたいなって思うんですよ、うん、いやさっきもクリエイティブクリエイティブあれクリエイティブクリエイターズハートバトンリーク リエイターズハートバトンリーでちょっとお話ししたんだけど保護犬の話とかね、うん、一人でやるのはやっぱ限界があったり少ししかできないけど、うん、そこにみんなが集まればちょっとずつできることだったり時間であったりお金だったり出し合うことで、はい、やっぱり何頭もの何十頭のね、うん、保護犬が新しい家族に迎えられるってところに導いてあげることができるのよね。そうですよね、レスキューができる、うんうんうん、だからみんなで集まろうって感じ、うん、本当そうですよね、うん、ちっちゃい力でも本当に合わせれば大きくなれるっていう。そうそう戦争だって、私は本当にねもうあの犠牲になってる人たちって戦争したいわけじゃなくて、うん、巻き添えじゃない、うん、戦争したい人ってなんだかわからない一部じゃない、うん、そしたらもう戦争したい人って本当に手を挙げた人はどっかなんか無人島に行ってもうどんどんやってもらってどっち勝ったって言ってやってもらいたいのよ。本当に関係ない人たちを巻き込まないでほしい。本当、ね、そこですよ ね、うん、そう思います、ね、あ語ったね今日 ねなかなかいい時間だったななんかギフトいただいちゃったみたいな感じでね保存版ですかね。保存版だね永久保存版今年のもう生きたてって感じでね来年ちょっとエレガントに行こうかなはい、はい、ではではたっぷり時間いただいてね、はい、言いたいこと言いましたので、うん、次のね、素敵な番組にバトンタッチしてあげようかな、はい、ではでは、ちょっと一旦曲を聴いていただきましょう。はい、突然なんですが、ちょっとお時間がね、ポッとできましたので、こんな機会はないのでね、大森さんと私、今までラジオで関わらせていただいておりますけど、ラジオで実際に一緒に喋ったことってないですよね。よろしくお願いします。やめてください。よろしく。3年間我慢に我慢を重ねて夢の共演が今日ようやく叶いました。よろしくお願い。テレビの憧れのお姉さん、とんでもございません。よろしくお願いいたします。私は何者かというと、はい、フジテレビの徳田ね、ねえ、もう拝見しておりましたよ。リポーターなどをしていて、それで今引退して、うん、フジテレビの芸能デスクをねしてるんですね。いつも素敵な、なんか秘密のお話も楽屋のあたりからねいろいろしてくださって。しちゃいますか。しちゃいます。今年の芸能界って、今芸能界の話していいですか、はい、いいです。ジャニーズの話とか皆さんって、ジーンさんでどういうふうにご覧になってました。何の話。ジャニーズ問題とか。いやいやいや、私ね、うん、私の父ってジャズミュージシャンだったので、はい、ジャニーさんとか一緒に旅とかバンドボーイで一緒に回ってた。へえ。ですよ。写真とかいっぱいありますよ。本当。じゃあ悪い印象ないってことですか。まあ私はまだその時存在しませんからね、うんうん、あれですけど、お話は聞いたりしてました。戦後間もない頃から、じゃあキリンさんのお父様と、はい、ジャニー来たら一緒に旅回りしたり、ご実婚だったとか、はい、すごいね、すごい。だからその仲間たちのみんなは、うん、おじさま、ね、私の父は亡くなってしまってますけど、うん、有名な方々はみんな いろいろ知ってるはずですよね。へ、まあ、僕らも、うん、まあ、現場でお目にかかることはあったんですけど、うんうんうん、基本的に、まあ、表に出てこないとか、ね、うんうん、メリーさんとか、ね、うんうんうん、表に出てこないじゃないですか。そうするとやっぱり現場のジャニーズの社員の方々と我々で対峙をしてたわけですよ、うんうんうん、そうすると、蓋開けてみたら結局誰の意見だったのかなっていうのが最近思う。あ、うん、ジャニーさんそのものが言ってなくても、現場の人たちが実は上がこう言ってますからみたいな、なんか暗黙のというか、もうそのルールになってしまってるとかね、うん、私がね、子供時代とか、まあ、ある程度大人になって芸能に13歳ぐらいから入ってたので、はい、多少そういう話を父とするときに、うん、やっぱりジャニーさんだったりメリーさんだったり、はい、その辺の方々のも
とてつもない力っていうのはすごく聞いてました。あ、もうとても人がなんか意見を言えるような話じゃないっていうのはだいぶ聞いてました。そういうものが全部今回弾けたというか ね、今年はね、そういった意味では劇的に変化をして、なんか芸能界そのものが来年はね、また大きい変化を迎える気がするんで。だから風の時代の、さっき私話してた風の時代の本格的なの、今序曲なんですよ。いろいろが崩れて、明らかに政治の世界もそうじゃないですか。そう、明らかになって、来年から正しいものとか、ね、なっていくんですよ。そこだけはね、ちゃんと見届けて頑張りましょう、うん、です ね、 ね、なんかね、うん、整ったみたい。あ、本当、うん、私たちの時間は短かったみたい。じゃあ風の時代が終わってことはね、AI の時代も来るんで、どうやってね、アナログに。ちょっと今度ゆっくり話す時間作りましょうよ。はい、またよろしくお願いいたします。じゃあバトンタッチをして、はい、今日はね、小沢健さん小沢健二ブレイクの後に生まれた小沢健さんです。はい、よろしくお願いします。はい、小沢健さんようこそ。今日は AI NOWというね、ちょっと待ってください。はい、あれ村上さん、今オンエアされてますよ。いやいや、もうなんてことでしょう。はい、さあ行きましょう。はい、さあ行きましょう。ちょっとお待ちくださいよ。はい、はい、どんどん進めてください。村上さんは同時進行でこれ動画も撮影しているんでね、はい、今そのセッティングで忙しいんですけれど、私のお隣にめちゃめちゃお若い小田切丈さんの若い時みたいな青年がやってきて、小沢健さん、小沢健介さん、はい、そうです、はい、AI NOW 編集長、はい、そうです、はい、これ今ね、風の時代だってキリンさんと話をきて、劇的に今世の中変化する、はい、もう変革期のど真ん中、本当にそうですよね。そういう中で僕らってもうザ昭和な人間なので、はい、正直ついていけてない自分もいるんですけど、はい、今日はAI というのは何かってことも含めて教えてください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。具体的に小沢健介さんは何をされてるんですか。はい、初めまして、小沢健と申します。はい、人間と AI が共存する社会を作るっていうのをビジョンにですね、ずっとAI に関する発信をしてきた人間でして、うん、2017年から AI NOW という AI の専門メディアの編集長を務めているって、はい、もうだから7年間ぐらいにわたって、まあ、AI に関する発信、今まで1500本ぐらい記事作ってきたんですかねっていうような人間です。いや AI でね、うん、さあここから僕もカットインしますよ。どうぞどうぞ。日本で一番 AI の最前線に詳しいと言っても過言ではない。ね、小沢健さん今おいくつですか。今27で来週28になるんですけれども、うちの息子と同じだ。もう本当にネズミ年平成8年、それがイノシシ、イノシシ年の、はいはい、だから、ね、平成7年ってことですよね。そうです。おうちの息子は同級生だよ。だからもう今日は息子さんのような人に教えてもらいましょう、もう AI のことを それで AI に精通して2017年から編集長やってるってこと。そうです。だから、まあ、20歳からってこと。学生の時でしたね。3年生の時からずっと AI NOW というメディアをやっていて、うん、あー何それ。だからもう最近のチャット GPT とか、うん、そういう AI ブームの前からもうその最前線でやられてるってことですよね。それは何ですか。何をやってたんですか AI。 当時がですね、うん、ディープラーニングっていう、いや画像認識ができるとか、うん、音声認識ができるとか、スマートスピーカーが生まれたみたいなような時代だったんですけど、はいはい、本当になんか AI の注目が一気に高まったところで、はい、ただ当時はAI の専門メディアがなかったので、うん、じゃあやるかというところで、うん、AI NOW というメディアが日本で初めてできた AI の専門メディアなんですね、うん、でそこからずっと発信をしてきたんですけど、それが大学3年生の時だった。でもそれってね、発信、まあ今企業ってスタートアップするにはお金がかかるって言うけれど、はい、この二十歳の時にね立ち上げる時って、はい、それはお金かかるんですか。一応これがディップという会社が運営していまして、うん、僕がなのでディップの今新卒5年目ぐらいになるんですけれども、うん、当時インターンとして入ったんですよ。具体的に立ち上げてから3ヶ月ぐらいで僕が巻き取ったみたいな感じなんですけど、うん、なるほど。じゃあプラットフォームみたいなものができてて、そこに参加して、そうです、そして頭角を現して、うん、巻き取ったってことで、いや気づいたらなんか AI の沼にはまってしまったというかね。でもディップさんってね、うん、CM をやってたアルバイト情報とか、うん、アルバイトの、そうです、おうおうおう、そこがなぜ、はい、なぜ AI なんですかね、そもそも。まあ、そもそもこの、うん、DIP って今アルバイトの人材とか派遣の人材、うん、バイトルとか働こネットをやってるんですけれども、うん、やっぱこれからの働き方に対してめちゃくちゃ敏感になっていて、うん、
でこの AI とか新しい技術で、まあ、具体的に言うと働き方が変わるじゃないですか、はい、という視点でこの AI の情報をちゃんと集めなければいけないよねというところで、はい、この DIP が始めたのが AI Now となって、なのでこの AI Now を作ってから今までもう10社以上の AI 系のベンチャーに DIP も出資をしていたりとか、うんうん、だ結構 DIP もですね、結構今もう AI もゴリゴリにやってるっていうような感じなんですよね。具体的にこの AI Now ってまあ何を発信してるんですか？あ、もうあのコアな AI の情報を発信してるので、うん、まあ、トレンドに関することとか、うん、まあ、何かニュースに関することとか、うん、そういったことを記事で発信してるような感じです、はい、ね、それでですよ、うんうん、ちょっと手に持っていただいて、うん、あ、本ね、ね、いや、これ、はい、今これの時代だよ。生成 AI 導入の教科書っていうね、うん、はい、これですよ。これいつ9月の28日に刊行された。じゃあもうつい最近ですよね。いや、ちょっとパラパラっと見させてもらったんですけど、やっぱり AI をどういうふうに企業が活用していくかっていうのは、うんうん、本当にね、まだ誰もわからないというか、まあ、いろんな人たちが出てきましたよ。20代の人たちが牽引してくれてると思うんですけど、今日はね、なんかこの本の中から企業こういうふうに、例えばチャット GPT 使ったら便利なんじゃないかとか、まあ、我々のようなおじさんとかでも、うん、なんかこう仕事効率化できるんじゃないかみたいな、なんかちょっとそういうところをね、あの、教えてもらいたいななんて思うんですけど、はいはい、どうですかね。例えば、うん、まあ、原稿とかって分かりやすいじゃないですか、うん、はい、分かりやすいですね、原稿とかって。ちなみに AI Now の原稿っていうのは AI に書かせてるんですか？AI Now の原稿は AI に書かせてるんですけど、実は僕この本もですね、うん、半分以上あのチャット GPT とか生成 AI を使って書いてるんですけど、ただすごい、まあ、面白いのがなんか結構なんか世の中の人が勘違いしてるのが、うん、あの、例えば著名人の人ってライターさん入れて本書くじゃないですか、うん、まあね、うん、だから結局内容を決めることと書くことって実は違う行為なんですよ、はい、原稿を書くにしても内容を決めるのと、うん、いや、それをじゃあ落とし込む人っていうのは違くて、僕は、うん、あのめちゃくちゃ AI Now で記事書いたりとか普段企画書作ったりもあるんですけど、うん、結局はそのこういう内容にしてねっていう内容を決める行為はやっぱり自分がやっていて、ただそれを文章に落としてもらうとかっていうのは生成 AI の方が得意っていうか早かったりするので、あの、住み分けをちゃんとして生成 AI を使うのが大事なんですけど、今なんか生成 AI が全部作る、原稿を作るみたいなイメージだとそれは仕事なくなるよねってなっちゃうんですけど、そうじゃないっていう、ゼロからじゃないってことね、はい、うん、でこれがもしゼロからになってしまったら、はい、あの、そもそもその人のがいる意味ってないじゃないですか、はい、うん、私あとすごく思うのが、生成 AI を使えるってどういうことかというと、うん、チャット GPT とかに入力して出てきた文章を評価できなきゃ自分使えなくないですか？確かに。例えば課長とかが、わかんないですけど、あの、めちゃくちゃ東大生で優秀な新卒が入ってきて、うん、めちゃくちゃ業界知識もある子が企画書出してきたら評価できないですよね、うん、課長は。そうね。っていうような状態と同じだと思っていて、だからこのやっぱ生成 AI が出したものを評価できるぐらいの業界知識とか、あと論理的な考え方とか日本語能力っていうのがないと、結局チャット GPT を今使いこなせてる人ってそんなにいないんじゃないかなっていうのが思っていて、だ負けちゃダメなんですよね、チャット GPT 評価する。よくあのデスクと記者さんの関係にすごい似てるんじゃないかなみたいなお話をすることも多いんですけど、なるほどなるほど。ではもう生身の人間の力も絶対必要ってことではあるわけですよね。でも逆に生成 AI の発展によって失われる役割っていうのはあるんですかね？そうですね、うん、なので今お伝えしたようなやっぱりまあ知的な作業だけれども、うん、はい、定型的な文章に落とすみたいなところは割とどん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 淘汰されていく可能性はあるなっていうふうに思うので、でもこれってライターだけじゃなくて基本的に全ての人が何かの文章を書くじゃないですか。だからメール打っといてとか、まあ、いろんなとこ議事録書いておいてとかいろんなところであると思うんですけど、まあ、そういったところはどんどん効率化されていくので、だから、ね、僕あの一番分かりやすいのはどんどんなんかみんな社長っぽくなっていくんだろうなって思うんですね。社長ってだって一個一個の業務を部下というか現場の従業員に任せてるから社長っていう仕事が成り立っているけれども、じゃあ社長の仕事ってコミュニケーションを取って方向性を決めることが重要じゃないですか。でもよくよく考えたら生成 AI って社長の仕事できないんですよ。だって飲み会に行ってリアルな情報を取りに行くって、でもチャット GPT ってリアルな現場の情報を知らないし、あとはいろんな人とコミュニケーションを取るのもできないし、何ならその 何々をしたいって社長の思いっ
って結局それによって会社のミッション、うん、ビジョン、ね、バリューができているわけ、ね、わけだから、うんね、結局社長って、まあ、社長の業務は情報収集とかは効率化はされるんですけれども本質的に言うと社長って代替されないんですよね、うん、っていうふうに思うとこの、まあ、社長っぽくなっていくっていうのはすっごく分かりやすいしこの、うんまあ、それがいわゆる最近で言うと個人の時代の一番典型的な進んだ後なのかなっていうのは思ったりしてますね。だからちゃんと個人で意思を持ってこうしたいなっていうねいわゆるディレクター目線持てよとかってテレビマンだと言われるあれと一緒でちゃんとこう意思を持ってやっている人がね部下として AI を使うっていうねそういう時代でございますよね、はい、いやもっと知りたい、うん、だから結局その命令をどう与え方によって返ってくるものもこれプロンプトとかっていうんですけど大森さん知ってました？知らない。プロンプトってどういうこと？要は命令文というか、うん、それを打って返信が返ってくるじゃないですか、はい、チャット GP とかから、はい、そのこの命令文のことをプロンプトって言うんですよ。合ってますか？僕合ってます。偉そうに言ってますけど、はい、だからそれによってアウトプットが全然違うんでそのプロンプトエンジニアとかって言うんでしたっけ、うん、プロンプトエンジニアって仕事が生まれてきたみたいな感じですね、うん、それっていわゆるちょっとプロンプトエンジニアっていうのはどういうものなのかどういう感じなんですか、はい、いわゆる生成 AI っていうのは、うんうん、何でも知っているからこそ何かに特化してないんですよね。だから例えば議事録を作ってくださいって命令をすることによって議事録を作ってくれたりする、うん、今までの AI って、うん、もう例えば猫の画像を猫って判定する AI は何も言わずとも画像があったら猫かどうかしか判定しなかったんで、うん、人間を指示する必要ってほぼなかったんですけど、うん、生成 AI はちゃんと指示をしなければいけません、うん、だからこそその指示の仕方が大事で、でそこに特化した人がプロンプトエンジニアですね。例えば議事録作ってだけじゃなくて、今回の議事録を、要点を全て箇条書きでまとめながらとか、全体の例えば重要なところだけ太字にしてとか、そういう指示ができる人じゃないと生成 AI はちゃんと使えないっていうのがあるんですよね。うん、生成 AI を使うときってどんなスキルが必要なんですか？僕ら素人でも、はい、チャット GPT をやってみたんだけど、実は何個かワード入れたけど、いまいち心の通った答えが返ってこなかったから、もうね、ほとんど やってない。半年ぐらい前にちょっと流行った時に試してみたんですけど、はいはい、なんか自分として活用のしようがなかったんですけど。はい。はい、なんかね、これを、うん、その話を受けて言うのがすごく失礼かもしれないんですけど、はい、うん、結局なんかちゃんと指示できるマネージャーを、うん、でキャリアを積んできた人ってチャット GPT に対してちゃんと指示できるはずなんですよね。でこれどういうことかというと、部下に対して指示するときって絶対に認識の齟齬が生まれないように、うん、文脈はこうで目的はこう でその上でこういう条件のもと、うん、で何々を作ってねっていうような指示をマネージャーってやるじゃないですか、うんうんうん、ただよくいるのが なんとなくいい感じにやっといてって言うんですよ、うんうんうん、だからダメなのかこれ言いそう、はい、そういうことだ、僕よく言ってる。まあ、うん、意気踏んでよろしくみたいな、うん、意気踏んでこれ雰囲気でお願いっていうね、やばいな、そっか、そうです、これテレビマン一番扱えないですよ。そうするとチャット GPT だったらもう今みたいな言い方をちゃんと答えてくれるってこと、はい、テレビ台本にテレビ台本によくなどあってっていう言葉よく使われるじゃないですか、特ダネの台本なんかほぼそれだからね、大村リアクション、大村プレゼントとかね、そんなあ、そうですか、へえ、ってなると、だからこそこれから重要なのって、自分の頭の中にあることをちゃんと言語化してプロンプトとして生成 AI に入力することが大事だし、ってことは何が重要なのかというと、日本語能力なんですよね。はい、で、チャット GPT ってある程度いろんなテキストを学習しているからこそ、そこに対してちゃんと意図を伝えられるような文章能力がないとダメだなっていうのは思いますし、だから、例えば日本、ただこれはちょっとまた話広げちゃうんですけど、うん、日本の教育ってそもそも文章能力を高める教育をしてなくて、うん、いわゆる答えがある問題に対して答えを出せるかどうかの点数の戦いしかしてないわけじゃないですか。うん、そうだね。だから、うん、ぶっちゃけなんかすごく優秀で、うん、東大とか出てるような子でも、うん、日本語能力壊滅的な子っていたりするわけですよね。だってそれで、まあ、ある意味ちょっと小論文っぽいテストとかはあるかもしれないですけど、うん、だから全体的にやっぱ教育が日本語の能力を高めていくっていう方向性に向いていない、詰め込み式なので、これからだから生成 AI と向き合うには日本の教育とか変わっていかなきゃいけないなと思ったりはしていて、絶対そこは腰重いと思うよ、う、ね、日本の文科省はさ、ね、だから答えがあるものをこうどう公式で導き出すかっていうところっていうのは AI がもうやっちゃうから、うん、そこに対するそのね、言葉の指示、美しい日本語で指示をするという、そうだよね、的確な指示を出すって、これがね、でも
AI ってどん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 スピードが上がってるから、うん、いわゆるファジーなこととか、うん、なんとなくみたいなことも今後なんか理解文脈を読み取ったり、うん、なんか前後を読み取って理解するみたいなそういう発展とかってあったりするのかね。あると思います。今前提としてお話ししてるのって、うん、チャット GPT が何も知らない状態で話しかけるんで、うん、いわゆる初対面の人に議事録作ってって言いますかって言わないじゃない、うんうん、それと同じことを言ってるわけじゃないですか、うん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 、ただこれからどうなってくるのかって同僚化していくイメージなんですけれども、うん、過去の例えばメールの履歴も見ていればこの間の会議の内容も覚えているってなればなんとなくやっておいてっていうのがあの時のあれに似た感じの処理をすればいいんだなってなるんですね。だからこれからは日本語能力が今ほど必要じゃなくなるしプロンプトも本当にそこまで充実した内容じゃなくても良くなる可能性はあるとは思いますね。その汲み取ってくれるっていう意味ですね、はい、今はね本当初対面の本当入社1日目の入社1日目だけど超優秀な新卒に指示をするみたいなイメージでいるとすごくいいんだろうなっていうふうに思っていてっていう感じですね。うん、あそうでも生成 AI をさやっぱりこっから逃げてたらそうですよ10年後ね俺生きていけない気がするんだよ。絶対生きていきませんよこれ絶対これから必要なものですよね。絶対に必要だと思うんですよ、ですよね、うん、はい、運命の差がつくでしょうね。だよね。扱える人と扱えない人だと。手始めに僕何やればいい？いや使うしかないんじゃないですかね。それですよ。やってみるしかないと思います。スマホから何をダウンロード？チャット GPT ダウンロードするだけで。あ、はい、そこからですね。それをダウンロードそこからですね。そうですよ。で慣れればいいってこと、はい。そうですね。あのさ、そのチャット GPT はある程度さ答えてくれることでニュースに話題になったけど、なんか先月ぐらい岸田総理のさフェイク画像みたいなものがあったじゃないですか。ああいう悪用されるリスクってあるけれど、あれが全てじゃないじゃない、もういいことしか、いいことがほぼあるわけじゃないですか。ああいうこう生成画像みたいなもの、あれができちゃうと例えば俳優さんとか歌手とかそれこそアナウンサーとかってどうなってくるの、ちょっと聞いてみたいです。難しいですよね、うん、だからこれから今映像生成できるようになってきてますし、うん、伊藤園が CM 全部 CG で作って、本当に本物の人っぽかったってなってくると、これからの芸能とかクリエイティブ領域のあり方は変わってくると思いますし、映像うん、すごくなんか映画とかも多分ゼロから生成できちゃうと、うん、これからのタレントのあり方とかはすごく難しいんだ。すごいですよ、うん、だから著作権、あもちろん AI の、 そのイラストとか人に対する著作権みたいなのはありますけど、うんね、腹減った言わないね、いろいろとわがままじゃないですか女優さんたちは、まあね、スキャンダル起こさないので、そういうのがもうないわけですから、うん、こっちの指示通り動きますし、そうだね、なんか最近のニュースでスペインの AI モデルがもう月に100万ドル、100万円だっけな、100万円だと少ないか、うん、なんかすっごい稼ぐようになったとかっていうのがね、ニュース出てたりもしましたけど、それは生成 AI ですね、生身じゃない生成 AI のモデルさんが、まあ、いろんなそのポーズとかいろんなことにこう対応できるようになる、まあ、ビジュアルだったらそれはできるかもしれない。例えばじゃあ、はい、村上さんってもともと吉本のお笑い芸人で天ぷら兄弟っていう、あ、それでありがとうございます、生放送で言っていただいて、例えば芸人さんみたいにその笑いを取るっていう、はい、それは生成 AI には どうなんですか、人間のスキルを超えるものは恐ろしいな。今学習しているなな中に、人間が笑えるかどうかって指標を盛り込むのが難しいので、例えば脳波系をつけたりとか顔認識とともに学習をし始めれば面白いことを言ったりとかするようになるかもしれないですが、今もうある程度はできますよ。例えばダジャレって言ってって言ったらダジャレ言ったりすることはもちろんできるんですけれども、はい、本質的な意味でお笑い芸人みたいなことをできるようになるにはまだ時間がかかる、うん、あれってでも周りの周りとかもあるじゃないですか、で今ってあくまでもその出す言葉の内容を決めてるだけであって、はい、周りをどうするのかを読むっていうのはできなかったりするわけですよね。じゃあそこはまだ領域としてはまだね、そう日本語のね、サンクチュアリーのところあるかな、ね、だから日本語のお笑いとかね、またアメリカンジョークとかもまたちょっと違ったりして、うん、シリとかにこうダジャレ言ってるとか面白いこと言ってっていうと、うん、アメリカンジョーク返ってくるじゃないですか、ね、あれがもうなんかどんどんね、こうカスタマイズされていってな、はい、簡単なジョークならできるんですけど、ショートコントはできないんじゃないかなっていう感じじゃないですかね。いいね。でも確かにアナウンサーは確かに本当ね、これからだってNHK のニュースなんかもこの原稿は、AI アナウンサーが読みますっていうナレーション入ってさ読んでるわけよ。あ、もう NHK でそんなの導入して、やっぱ NHK 早いな、うん、そうなの、衝撃だった。確かにああいう抑揚のないあれで、うん、
まあ、発音とかももうねたまにちょっとあれかなっていうの、うん、機械音かなっていうのはありますけど、そういうのももうだんだん分かんなくなってくるんでしょうね。噛まないしね。ね。うまかったし。だからやっぱりね、AI を、いやまあこれから AI に接していくっていうこの向き合い方っていうのはね、うん、僕たちのようなこの40代50代がね、あの一番取り組まなきゃいけないですよ。うん。うん、何やればいいの？でもとりあえずじゃあ iPhone 使ってチャット GPT。今日、まあ、午後やるよ、うん、そうですよ、今までみたいな、うん、そうですそうです、単純血が通ってねえとか心が通ってねえなんて言ったらダメですよ、本当にちゃんとただのジジイのたわごとですからね。そうだよね、本当そうですよ、ちゃんとあれですね、質問の内容をしっかりと精査した上で細かくと指示しなくちゃちゃんとした答え返ってこないってことですよね、うん、まあでも、うん、あの先ほどいわゆるマネージャーが生成 AI ちゃんと使えるって言ったのって、うん、実はもうちょっと奥それ深掘ってみるとですね、うん、そもそも20代でマネージャーやってる人ってほぼいないわけじゃないですか、うんうんうん、あれってだったら、うん、生成 AI ちゃんと使えるはずの人って実は40代50代のはずなんですよ。あれって多分40代50代って入り口を間違えてるだけで、あの活用方法さえ分ければぶっちゃけなんて、もう文章を打てれば操作できるわけですから、うん、結局その入り口に入ってないだけなんですよね。だってそもそも20代ってあの業界の知識もなければ、あの、まあ、マネジメントをして 業務の指示っていうのもできなかったり、うん、業務の理解をしてないじゃないですか、うん、ってなったら結局やっぱりなんでしょうね、やっぱ40代50代である程度のちゃんと組織を作ってきた人の方がそこは長けてるはずなので、これからどちらかというとそのミドル世代の方が生成 AI 使えるようになるんじゃないかなっていうのは思っていて、生きる勇気湧いてきたよ、生きる湧いてきましたね。お酒さん生成 AI だね、なんかいや生成 AI じゃない、血の通った人間です、ね、マジでだって、今の答えって息子と同じ年齢のすごい今勇気づけられたもん。だって、うん、軽くね、俺のことだ 親世代だし、うん、クソ親父だときっと思ってるかなと思ったんだけど、今ので俺救われたわけさ。そうするとなんか生成 AI、 そうですよ、レポートの、ね、技術も知ってるし、今までそもそもそのプログラミングっていう新しい概念が出てきてしまったから、うんうん、それをやったことがないってだけで今の40代50代はリテラシーがないってなってるだけで、だって今の20代が40代50代になったらすごくすごいことになるわけじゃないですか、うん、だってパソコンは使えるしスマホでは使えるしってなるわけですよね、うん、っていうふうに考えたら逆に今まで何ができなかったってプログラミングができないとかタイピングが遅いぐらいだったんですよ、うんうん、ただこれからはタイピングしなくても例えば喋れば音声だけで何かやってくれるってなるかもしれないしってなると、結局はその現場の情報を理解してるのかどうかとか、その業界のトレンドを理解してるかどうかなので、さっきだから社長っぽくなるって言ったんですけど、社長っぽいのは40代50代のが社長には近いわけで、嬉しいわ。だからやっぱりそうですよね、そこの今日のニュースもね、うん、あれなんですよ。だからこう命令を自分がやっぱり意思を持って命令するっていうことはすごくこれから重要で、僕たちのね 4,50 代蓄えた知識っていうのはすごい重要なわけですよ、うん、で今日ニュースやってたのは、うん、言葉で指示すればそれに沿って音楽を作ってくれる、うん、そうなの？そうですよ、音階をつけてくれるの？そうです、悲しい曲ここでもっと激しくとかっていうのをもうこう、まあ、声で言う指示するとかタイピングすればそういう壮大な音楽が AI が生成してくれるっていう。あ、逆にお酒さんこれまでさ自分で生成したものって、うん、何なの？画像とかはありますし、うん、音声もやったことありますけど、そもそもあの今の時代何が面白いかっていうと、うん、テキストインテキストアウトじゃないんですよ、うん、今のってテキストインミュージックアウトみたいな感じになってるんですけど、うんうん、あとは例えば発話をあのアシスタントだとテキストインボイスアウトになるわけだし、うんうん、みたいにこれインとアウトがさまざまな情報になるんですよね、うん、だからすごくあの固定概念で見てしまうと、うん、テキストが入ってテキストが出てくるなんですけど、うん、それだけじゃない、もういろんなあの情報に対応できるようになりますよっていうのがこれからだと思います。いい ねだからこのあ、うん、じゃあちょっと AI Now の編集長として、うん、このね直近の予測をね、うん、3年後きっとこうなってるっていうのをちょっと聞きたいですよね、うん、3年後どうなってますか？まあ、3年後はもう確実に一つ来るのはですね、うん、あのいわゆる対話するだけでいろんなツールが使えるようになるようになると思ってて、これどういうことかというと、うん、あのドラえもんと秘密道具の関係に近くなってくると思います。でよくあの AI っていうとあのドラえもんっていう方多いじゃないですか、うん、でドラえもんって何がすごいのかというと、あれドラえもん例えばですよ、ドラえもんってのび太くんが何か困ってたらタケコプター出してあげるとかどこでもドア出してあげるわけじゃないですか。あれって何かというとあののび太くんの
課題に合わせて一個一個のツールを、を出してくれてる、うん、間にいるエージェントなわけですよ、うんうん、でこれドラえもんの面白いのって確かにドラえもんってただ面白いのが例えばドラえもんと手をつないだらワープできるとかドラえもん自体が空飛べたらなんかドラえもん自体に愛着湧かなくないですか、うん、だドラえもんって一緒だあの あくまでも、うん、あの動きは人間っぽいけど4次元ポケットから何か出すことによってこの汎用性を生み出しているわけで、うん、ドラえもん単体って、まあ、3ミリ浮いてることぐらいなんですよ、うん、あの特殊なことってそう浮いてるみたいな、ね、って思うとこれからってこのエージェントとツールに分けた時に、うん、例えば今 Google がやろうとしてるのは、うん、デュエット AI っていうものなんですけど対話するだけであのスプレッドシートとか、うん、あのプレゼンテーションとかあとはあのワードっぽいものとか Google ドキュメントとかをですね もや直接編集してくれたりするようになるみたいな感じになっていくと思ってていわゆるドラえもんが生まれていって秘密道具の中にメールツールがあったりとか Excel があったりとかっていうようなう、イメージだと分かりやすくないですかなるほどなるほどでってなると、ね、これからはだからいろんな業務を、うん、そもそもドラえもん的なエージェントにこれやっておいてって言ったら、うん、その裏にいろんなツールがくっついてて経費精算してくれるとか稟議上げといてくれるとかなんかそういった形になっていくのは予想できるかなっていう。3年後にはそういう世界になってるっていうね、うん、4次元ポケットになるっていう、はい、で今だからマイクロソフトもそれをやりたいし、うん、Google もそれをやりたいしチャット GPT を出してる OpenAI もそういった方向性に行きたいのでここの戦いがこれから生まれてくると思いますね。あそういうでなぜかというと一回このエージェントを取っちゃうと、うん、全てのその人のビジネスを取れる業務を取れるようなものなので本当総取りなんですよ。だからこれからって本当にあのどこが総取りするかだけであってっていう感じです。だからどこのねすごい会社ドラえもん作ろうとしてるわけですよ、うん、エージェント。そうだねそうだね。いや面白いね。いやすごい。これはいやすごい話だわ。ね、でもということでね。いやもう聞きたいんだけど。いやもう時間がねあと3分ですから。ねあと。いやお酒屋さんさ。じゃあ聞きましょう最後に。じゃあ喜怒哀楽っていうか僕なんかさ若い頃、はい、上司にさ怒られたら眠れないぐらい悩んだりしてたんだけど、うん、今仕事してるとそういうのってないでしょ。ないです。ですよね。何その最後の質問。絶対それちょっと。いや俺健全な。いや。ちょっとあと2分ですよ。すみません。そうですよ。最後。いい時代だな。本当。AI Now の編集長としてのこだわりを最後バシッと決めてもらって今日締めましょう。こだわりですか。こだわりです。編集長としてのこだわりを。はい。まあ、皆さんぜひ生成 AI というのがですね、うん、なんかなんか姿がわからないなんか黒船的な存在に思ってる人が多いと思うんですけど、うん、なんかその船にはどんな人が乗ってるのかじゃないですけど、うん、もうちょっとなんか知ることから始めてほしいし、使ってみるところから始めてもらわないといけないなと思いまして、やっぱ世の中結構やっぱりなんとなく仕事が奪われるとか言われるんですけど、うん、もうちょっと具体化して、うん、そうすると自分がどう立ち振る舞っていくべきなのかが見えてくると思うので、結局なんか一歩踏み出せずに生成 AI を傍観してるだけの人が多いんだろうなって思ってるので、うん、ぜひ一人でも多くの方が一歩踏み出してくれたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。素晴らしい。めちゃくちゃもう AI が書いた原稿のようにね、スラスラスラと思う。多分ね、今日 AI だと思う。AI ですね。間違いない。AI です、ね。だからドラえもんみたいなもんで立体的なんだけど、実は人間ではないという。ですね。ドラえもんでしたね。秘密道具出したいぐらいですが。はい。泣いたこと、映画見て泣くことありますか？ありますよ。ああ、わかったわかった。はい、いやいや、でも今年最後でした。はい、最後でした。お世話になりました、村上さんも、ね。素晴らしいゲストでしたね。最後に本当素晴らしいね、小沢健さんね。小沢健さんです。リアル小沢健さんの世代じゃないですもんね。いや、その話はもういいんですよ。ただわかんないんですから。カタカナで検索すると僕が出て、うん、カタカナで検索するとあっちが出る、うん、へフリッパーズギターのね、はいはい、ぜひ検索してみてください、はい、ということで今日は AI の編集長の小沢健介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。クリスタルまた来週。いや、良いお年を。良いお年。